滅名が母を救う、裏本業は、軸保護が翻訳したとされる、仏教経典である。軸保護の翻訳という伝承には、疑いが持たれており、災域か中国で成立した、いわゆる儀教とされる。釈迦十大弟子の一人であるメレンソン者がガキ道に、落ちたボーボーを救うために、修創供養を行ったところ、母がガキの実を出した、という事柄が説かれている。細部は異なるものの、 話の原型、死者に対するエコーの思想は、パーリーご協点、ガキ事業にも見られる。暗挙の最中、人数第一のメレンソンジャンが亡くなった母親の姿を探すと、ガキ道に落ちているのを見つけた。喉を枯らし植えていたので、水や食べ物を差し出したが、ことごとく口に入る直前に、炎となって、母親の口には入らなかった。哀れに思って、釈迦に実情を話して、 方法を問うと、暗挙の最後の日に、すべてのビクに食べ物を施せば、母親にもその施しの一端が口に入るだろうと答えた。その通りに実行して、ビクのすべてに伏せを行うと、ビクたちは大いに喜び、メレンの母親は一高にも及ぶがきの境地から脱出した。カラシによれば、ウラボン行は、デサンゾウ奇襲など、成立の早い協力や、協律移送では、ウラン業と記され、 ウラボン行の代は、大習慣上修行目録、改元尺協力など、比較的成立の遅い協力と周密による注釈に現れるという。そのため、ウラボンは一語と見るべきでなく、ウランとボンの複語語と返すべきであるという。そしてサンスクリットにおける D は、パーリ語やガンダーラ語を含む中期インド語においては、L となること、簡約における音社では、 五末の母音は省略される傾向にあることから、サンスクリットオダナから派生した中期インド語として、オラナを想定することができ、ウランとは、このオラナの五末母音の欠落した形オーレンの音ャ語であるという。それゆえ、ウラボンとは、A ーボールフォーボイルドライス、すなわち、炊かれた米飯を持った容器を意味するという。ありがとうございます。